はい、こんにちは。スピーチャーカンディダーの時間がやってきました。司会のティディこと、スピーチャー宗教研究家の小泉義人です。こんにちは。はい、ということで、三輪山が帰ってきたティディなんですけど、まあすごいですね、シルバーウィークはね。いや、もう、JR の職員がもうなんかすごい、もう皆さん、そこ行かないでください、こっち行かないでください、すっごくね、もう先立ってるっていうね。で、もうなんか、エスカレーターとかもね、こうやって、なんかこう、ほら、新幹線のね、切符で通すところってみんな慣れてないから、2つ2枚入れたりとかするじゃないですか。で、そこで引っかかってる人がすっごい多くて、で、その後にエスカレーター、こう、京都駅でさ、行こうと思ったら、どんどんそこ人溜まってて、エスカレーターで、もう将棋倒し寸前みたいな状態で、もう、どんどんエスカレーターで来ちゃうから、もう、どんどん人が行かないから、そこで、早く動いてくれって言ったんだけどさ、そういう状態だったんですよね。もうね、危ねえなと思いつつね。でも、まあそこに人は来てたんだけど、警備員さんとかいっぱいいてね。うん。まあ、もう先立ってるシルバーウィークでございましたけど、JR のね、職員さんもね。まあということで、でもまあ何もなく、なんですけどね、帰ってきましたけど。はい。ということで皆さんはね、いかがお過ごしでしたでしょうか。ね、私は三輪山にちょっと出しますけど、三輪山にちょっと参拝してきまして、この右下のところにちょっと、チラッと出てるのは、これはね、あんこさんなんですけどね。あんこさん映ってますね、しっかりね。はい。ということで、これね、真ん中かな、これちょっと映って、なんかわかんないですけど、秋山さん。ね。主食の秋山さんと一緒に行ってきたんですよ。で、私は不食の秋山さんとのアマゾン一緒に行ってるんで、まあ、そういった流れもあって、いや、初めてね、神社行ってね、やっぱ、ああ、こういうとこあるんだなと思ってね、ちょっと行きましたけどね、なんかすごくいいとこですね、いい神社の一つだなと思いました。うん。またね、関西の神社巡りちょっと行きたいなと思ってるんですけどね。ということで、またあんこさんいろいろ連れてってください。あんこさん連れてもらったわけじゃないんだけど、あんこさんいろいろ知ってそうだなと思ってね。はい。ということで、リマさんも今日は来ていただきまして、ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ、自己紹介から行って始めてまいりたいと思うんですけどね。はい。よろしくお願いします。あ、じゃあ私からですか？はい。あ、じゃあ今回はプチ前世と簡単なメッセージ付きでやりたいと思います。希望の方はチャット欄に書いてください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あんこさんどうでしょう？はい。こんばんは。私は、いつもと同じ、過去生からのメッセージということで、今に影響している過去生で、元気が出るよっていう過去生とつながって、メッセージをお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ということでございますね。はい。よいしょって。はい。ということで、リマさんとアンコさんが今、テレビの方に来ていただいております。どうもありがとうございます。ということで、あと、今ね、チャットの方には、アプリコットブレーンさんが来てますね。今ちょっと、アメタマさんも来てますね。あとが来てるかな。ちょっとわからない。アカリさん。あと誰かいる？アカリさんが。アカリさんもいる？いた。ありがとうございます。うん、はい。これね、よかったらスピーチャルのね、先生方で、私も参加したいっていう方、ぜひね、言っていただきたいと思うんですけどね。あ、ぜひ参加してくださいよ。いや、これ出るとすごいですよ。いろんなイベントとかで、あ、テレビ見ましたって声かけられるようになりますからね。すごい宣伝だから、それ。うん。ちなみに私も宮山ね、こうやって下ってる時にね、ああとか言ってさ、あ、クイズさんテレビ見てますってさ、上がってくる人に言われちゃってさ。いや、前もあったのよ、前もね、あそこなんだっけ、長野県のさ、戸隠からさ、やっぱ下山してくるときなんだけど、下山したとき、あ、クイズさんテレビ見てますとかって言うんだよな。だからさ、いや、僕もそれ言われるんだからさ、みんなもね、言われますよ。本当にスピーチャーイベントで、ブースとか出してるときに結構言われるようになるんですよ。そうするとね、そういう人が受けてくれたりするから、ぜひね、スピーチャーテレビ出ていただきたいなと、そう。常々、すごく登竜門なんだけどね、ここね、もったいないんで使わないのね、うん、と思うんですけどね。ということで、また見ていただければと思います。はい。ということで、要するに今さんとあんこさんでございますけどね、じゃあ順番に見ていただけるようにお願いいたします。はい、あと、途中参加したい方、ぜひ言ってくださいね。
じゃあよろしいですか。はい、お願いいたします。ユッキーさんが過去生とショートメッセージ、これからの仕事と生き方についてということなんですけど、ユッキーさんの前世でローマの軍人だったことがあるんですね。力強くて自分の力にすごいこう体格がいいんですけど、自分の力にすごい自信持ってて、もう戦う時はイケイケドンドンみたいな人だったんですよ。だけどちょっとこう人の心、繊細な心を思いやるっていうことができなかったみたいなんですね。ですから今回はその自信を持って生きるっていうことと思いやりを持つことが課題なんだそうです。まあ、お仕事ではもっと自信を持ってやっていかれればいいし、だけど同僚とか家族とか周りの人にはもっと優しい思いやりの気持ちを大切にしましょうというメッセージが来てますね。はい、あとピノさん、ピノさんは前世とメッセージっていうことで浮かんできたのが、男の子ですね。10代の男の子で、中国で雑技団に入ってたんですね。雑技団っていうのは今のサーカスみたいなので、いろんな曲芸やったり、こう動物の芸したり、歌ったり踊ったりって人を喜ばせるサーカスみたいなものなんですけど、それで今の人生もその時の前世、今の人生とね、なんかつながってるみたいなんで、もっと人生を楽しむことが大切ですよっていうメッセージが来てますね。くよくよしないで、もっと楽しもうみたいなですね。はい。あと、カエルさん。カエルさん、宇宙時代の前世ということなんですけど、浮かんできたのがね、カエルさんが前いた星っていうのはちょっと水の多い惑星なんですね。そこでウーパールーパーみたいな感じの両生類だったんですよ。だけどその原始的な生き物じゃなくて、水陸両用のスクーターのような乗り物を乗り回しててね、それで空を飛ぶんだ。すごく科学的なウーパールーパーなんですよ。でどんなとこでも行けちゃって、自由にその惑星の中を飛び回ってたっていう楽しい宇宙人だったことがあるんですね。だからなんかもっと好きなことを思い切ってやったらいいじゃんっていうメッセージが来てますね。もう自分は地上しか生きるとこがないんだみたいに限定してるとこがありますね。自分の生きる場所を限定しないで、どんどん行きたいとこ行ってみましょうっていうメッセージです。はい、以上です。はい、どうもありがとうございます。今日ね、お二方すごくテレビが綺麗だと思うんですけど、皆さんね、はい、すごくね、もとも綺麗なんですけどね、すごく綺麗に映っておりますね。はい、あんこさんも黄色いオベペが綺麗ですね。これね、パレオっていう、パレオ、そう、もう半分に切ってお洋服にしたんですけど、すべて手作りです。はい。はい、今日は飴玉さんに私ちょっと見てもらいました、はい、すいません、ちょっとメッセージいただきました、飴玉さんから。なんかすごくいいこと書いていただいて、ちょっと後でまたじっくり読んで参考にさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。嬉しいです。すいません。じゃあ、パールさん の, 過去生で、タバコが、煙が気になるっていう過去生で、ちょっと、焦点合わせて行かせていただいたんですけれども、アメリカのこう西部っていうかね、バーがちょっと
見えてきたんですけど、こうカウンターがあって、なんかこう、テーブルがあってお酒を飲んでる、人たちがいるところで、まあ本当に皆さんね、こう、ぷかぷかと、こう、タバコっていうかね、葉巻とかね、吸ってるようなところなんですけど、パールさんのね、覚醒でね、踊り子だった覚醒があってね、って。でね、まあ、とてもね、優しい笑顔がね、評判のね、人気者だったんですって。でね、だけどね、ちょっとね、体がね、弱かったっていうのがあって、で、そういうタバコの煙とかでね、やっぱ胸をね、ちょっと、痛めた、覚醒がありますよ、ということでね、本当はね、静かにね、本をね、読んでいたかったんだよ、っていうようなね、ことね、おっしゃってますけれども、まあ、タバコの煙をね、嗅ぐと、その時のちょっとこうね、胸が、辛かったことであったりとか、自分のやりたいことが、できなかったっていうような、ちょっと、辛いね、記憶がね、蘇ってくるようで、で、まあ、タバコが、なんか、とても、嫌な、っていうか、いうふうに、なってるみたいですよ、っていうことです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。ですね。はい。パッと2人が今いっぱい見てくれましたけどね。はい。なんか、TT がパワーアップしてるということで書いていただきました。ありがとうございます。やっぱ、宮山とか行ったりとか、あと、行ったメンツがすごく良かったんだよね。秋山さんでしょ？でね、その、アミラクルツアーで、そう、初日ね、奈良の駅行ってさ、上見たらさ、ああ、スザクじゃんってこと。なんか、みんながさ、なんか、雲出てるよってさ、でっかいスザクっていうか、まあ、鳳凰ですね。鳳凰がさ、もう、羽広げた感じの写真、雲出ててね、すごいなぁと思って、今回のツアーはどんな感じになるのかなと思っていたんですけど、本当にすごくて、ね、素敵な方が多かったからね、みんな楽しかったしね。すごいツアーでしたよ。うん、またどっかでやりたいなと思うんですけどね。はい。という感じでございますけどね。はい。いい人と行くね、ツアーは。本当にスピーチャーツアーはいいですよ、本当に。いいですか？はい、どうぞ。秋山先生のセミナーの時に、両日ともね、ちょっとある一定の時間に、こう、アロマのようなすごくいい香りがしてたんですよ。うん、で、誰かがなんかこう、アロマをつけたのかなとかっていうふうに、初めの日はお友達と言ってたんですけれども、二日目は皆さんがおっしゃってたし、で、誰もそんなつけた風もないなとか思ってたんですけど、今日家でこうパソコンしてる時にお友達と来てたんですけど、その彼女はアロマとかつけない人なんで、で、でもなんかすごくいい香りがしてきたんで、で、何かつけたとかって言って聞いても、つけないよって言うし、で、それがね、セミナーの時に、こう、匂った香りとね、すごく似てたっていうか、そんな感じ。すぐにね、しばらくしたら匂いがなくなったんですけれども、それって何かありますかね。ね、やっぱり、その、意識の高い人ってね、まあ、独特の、こう、香る感じがある人もいるらしいんですよ。だからちょっと、まあ、秋山さんなのか、そこにいた全員なのか、いろいろわかんないんですけど、まあそう、波動が高い人たちばっかりだったからね、あれね。だから、まあ、すごくいいメンツが揃ったなと、宮山参拝もしてきたんですけど、ちゃんと宮山ね、神社でね。で、なんか、で、今日は何なんですか？今日は23日で、ちょうど、春分の日じゃないですか。で、春分の日でそこでやってる、朝の、式典があったんですよ。それも参加させてもらってですね、一緒に、まあ、やってきましたけどね。それ撮ったんですけど、まあ、それちょっと公開できるか感じで、撮っていいところだけ撮ったんですけど、ね、撮っていいって言ったからね、そういうのもあります。はい。ね、ちょっとね、だから。意識が、やっぱりちょっとこう、ちょっと、なんか、遊びに来てくれたんかなと思って、そんな、香りをそんなに感じることって、ほとんどなかったんで、ちょっとなんか今日はびっくりしました。もう本当に秋山さんという方すごいなと思ってたんですけども、本当に。秋山さん、僕もね、改めてね、話聞いてね、
で、まあ、そのうちの一部出していくとなってる、それまた皆さんに放送しますけど、今後ね。で、秋山さんがどうして、あ、秋山さんって不食の人なんですよ。食べてない人なんだけど、まあ、不食の弁護士って言われてる人なんですけど、まあ、そこどう、不食の仕組みとかね、プラーナでどうやって生きてるかとか、どうやって自分がなったかとか、それも説明してくれたのがあるので、それを放送できますんでね、近日放送いたします。はい、まあ、そんな感じですね。だからすやっぱりね、なんていうのかな、ああいうね、ああいう、やっぱいい人と行くと本当に、うん、本当に本当に、いい人、スピーチャルツアーはいい人と行くといいですよ。うん、今度マスターゲートさんのやつでね、フィリピンのセブ島に行くやつがあるんだけどね、あれ、俺僕行って1週間悟りのやつ全部僕教える係しますから、そういうのもありますけどね。うん、それもあります。あそこも300人ぐらい意識高い人集まるからね、あれまた面白いですよ。行くと一気に上がります、意識が。ね、そういうとこですね。はい。まあ、そんなのもありますけどね。はい。スピーチャーテール。ツアー、ちょっと最近楽しい TV でございますね。はい。ということで、リマさんとアンビさんに戻しますけどね、カメラの方ね。あ、いいですか？はい、よろしくお願いします。はい。ニージさん。今と関係のある過去世ということで、カトリックの神父様が出てきましたね。ザビエルみたいにちょっとカッパ頭の人なんですけど、でもちょっとね、厳格なところ、教えに厳しい人だったみたいなんですよね。聖書ではこう書いてあるから、みんなもそれを信じなくちゃいかんぞみたいな。で、今回の人生では、その寛容さっていうんですか、自分が信じてること以外のことを信じてる人に対しても優しさとかを広い心が大事ですよっていうメッセージが来てますね。自分と違う考えをしている人たちももっと認めて受け入れましょうっていうことです。はい、もう一人、ヒデジさんはね、中世ヨーロッパで山賊だったことがありますね。手下が5、6人いて、結構こうすごいこうひげが生えてて怖そうな感じの人なんですね。でも金持ちからはとことん奪って貧乏人に分け与える義賊みたいなこともしてたんで、それで俺はいいこともしてるんだぞみたいに思ってたんだけど、やっぱりメッセージとしては、泥棒は泥棒ですよって。で、己の気持ちに正直に生きてくださいって、そうやって自分をごまかして生きてきたようなとこがあるんですよね。その本当は、泥棒して生きてるのに、まあ、ちょっと時々そういう親切なことして、で、俺は義賊だみたいに振る舞ってたんですよ。からもっと自分の本心に正直に生きてくださいというメッセージが来てます。はい、以上です。はい、ということでありがとうございます。そうですね。いろいろこうね、過去世がありますけどね。まあなんか、今回はこういう課題で来てるとかっていうのが出るのはすごくいいですね。僕も実は私、まあ小泉義人とかね、こういうの出てますけどね、このね、字をね、松尾みどりさんがね、名刺見たときにね、ああ、小泉さんは根性でこれとこれを学ぶに来てるんですねって、何ですかって言ったら、この義っていうのが、ね、宇宙の法則なんですよ。で、これをまあ前半で学ぶと。で、これ、僕、宇宙の法則マスターしてるんですよ。だから、それでね、後半は何かというとね、この人、愛、ね。愛を学んでいくっていう、中に入りますっていうことを教えてくれたんですよ。で、なるほどね、と思って。だから、ほんと35ぐらいで、この宇宙の法則の方が分かっちゃったんで、で、それで、まあ、今ね、愛の方をね、山までって言ってますけどね。はい。という流れなんですね。ところ、こう、すごいですよね、皆さんね。そうやって、その人の今回の人生の課題とかパッパパって言っちゃうっていうね。すごい。ね、もう先生すごい。だから松尾みどりさんなんかも個人セッションなんかするといいかもしれませんね。
あとリマさんね、アグさんとかね、タコセ絡みで、ね、いろいろ出てるとかね、そういうのもあったりしますよね。チャットの方もいろいろやっているようですが、はい、じゃあ、いいですか？はい。京子さんの、ご主人との過去性ということで、ちょっと見せてもらったんですけれども、ま、ヨーロッパの方で、なんか可愛らしいね、こう、要塞店の、風景が見えるんですけれども、ま、ご主人は結構、こう、本当に、ちょっとふっくらされた、小柄な感じに見えるような方で、言ったら、お店のね、看板のような、なんか人気者の感じの人で、奥様が、まあ、まあ、結構こう、切り盛りされていたりとか、まあ、要塞とかでもね、要塞店とかね、男性がね、こう、いろいろやってる姿っていうのがよくイメージされるんですけれども、そのお店ではね、奥様がね、こう、いろいろ、されていたようにも見えるんです。で、二人でね、とてもね、こうね、男性の仕事、女性の仕事とか、そういうこと一切なくって、とてもね、息があった、仲良くね、お仕事しているって、そういう、姿が見えますね。で、まあ、明るくて、いい雰囲気のね、お店なんで、人気のあるお店を、二人で切り盛りされてましたよっていう、かけすえからのメッセージです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、だんだんね、行ってみたいと思いますけどね。うん、いや、今ね、人もね、その、岩山行ってね、そこに来てる人たちのレベルの高さね、感じますね、いろいろね。うん、時代は変わってきてるなぁと思ってね、思います、すごくね。私もね、まあ、気づきのためにいろいろお話しさせていただいたんですけどね、やっぱり私は、まあ、人がね、やっぱり成長していくっていうことをすごく好きなんでね、成長していって本来の自分を取り戻していただくこともすごく好きなんでね、まあ、その一環でスピーチャーカンデータも実はやってるところもあるんですけどね、まあ皆さんがうまくね、それを活用していただいてね、本来の自分をお手伝いになったらいいなと思っているんですけどね。よし、質問とか来てるかな。あ、見てます、頑張ってます。あ、タバコの煙とあったのかな。そう、ちょっと聞いてなかった。まあいいや。なんかいっぱいやってます。ね。カロラインさんって来てますね。昔、キャロライン陽子というなんかタレントさんいましたけどね。オロナインっていう難攻もありましたね。何の話してんだ今日はみたいな。ね、全然違う。関係ないじゃないか、スピーチャルにみたいな、ね、状態ですけどね。まあ、楽しければいいって話はあるけどね。やっぱね、楽しい、嬉しいは波動が高いからね。という感じでね。今ね、試験を見ていただいてますね。少々お待ちいただければと思います。あ、カロライン受けてますね。ありがとうございます。ね。あ、なんか合計視聴数が200万になってるし。そうだ、200万人ぐらい見てんだよね。合計延べ人数になってするとね。これなんか、そうね、今の人数とか出なくなっちゃった。今まで今日来た人数って出なくなっちゃったんでね。いつの間にか 1.900 万だったのが200万になってますね。すごい数ですね。はい。いろいろこう、今日もいろんな人来てますね。まあ、ぜひね、初めての方、こう、これ、ねえ、ニックネームしかわかりませんからね。まあ、だからうまくね、活用してください。で、
あとでね、勧誘の電話が行くわけでもないからね。わかんないね。ニックネームだけだとわかんないからね、別に。で、あと別に勧誘電話かけたり一切しないんでね、うちのテレビってね。はい。自分が先生いいなと思ったら、自分でかけたりとか、アクセスしていただいてですね、先生のやつ受けてくださいね。していただくとすごく嬉しいんですけどね。そうすると皆さんもやる気が出てくるっていうかね。はい。あ、行きます？はい、はい、いいですか？はい。はい。サチさんの前世とメッセージなんですけど、サチさんは江戸時代にどこかの藩屋敷の奥女中だったんですね。夜も行灯を持って夜の廊下を見回るようなすごく責任感の強い滅私奉公の人だったんです。で、主人のために命を投げ出してもいいぐらい本当に素晴らしい、当時としては素晴らしい生き方だったんですが、この今の現代でもその思いをどっか引きずっているようで、家族とか身の回りの人たちにもちょっと過剰な責任感を持っているような感じがするんですね。しかも現代ではそんなにきっちりお勤めをしなくてもいい、割と自由な時代なんでね、そういうものは手放してもっと自分自身の人生を楽しみましょうっていうメッセージが来てます。あとてんてんさんの前世とメッセージなんですけど、てんてんさんはヨーロッパで漁師だったんですね。で、冬の雪の中で狐とか狼とかを追いかけて鉄砲で撃っていたんです。で、常に動物との戦いっていうんですか、動物の後を追いかけて、ほんのちょっとした痕跡を見つけては追いかけてってそれを取るっていう、自分の限界に挑戦してきたような、そういう漁師だったんですね。なんかストイックな感じで。で、今回もその自分の能力の限界に挑戦することが課題だと来てますね。趣味でもいいんで、その自分の能力、体力でもいいし、知力とか頭の方でも何かしら限界に挑戦するようなことをやるといいというメッセージが来てます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。リマさんでございました。見てますね。はい、やっぱハウスプっていくとエネルギーがね変わるね。ちょっとハワイに行ってきたのとちょっとまた違うけど、エネルギーがやっぱ変わってチャージされてますね。さすが日本最古の神社と言われている三輪山なんですけどね。三輪そうめん美味しかったです。柿の葉寿司美味しかったです。ね、今日はね行けなくて残念でした。ああはい、そうね、今日もね。そう、3日連続でアンコさん来ていただきました、ね。ちょっとね、あ、2日連続だ。そう、3日目はちょっと難しかったっていうか。うん。昨日も朝早く出たんで、で、本当は今日もね、4時からでも行きたいぐらいの気持ちやったんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、ほどほどにしとこうかなと思って、遠慮しましたけど、はい、うん、やっぱり、まあ、ね、そうやってそういうチャンスはね、どんどんね、まあ、行けるときと行きたい気持ちが重なったら行動に移していくといいですね。今回本当にね、参加させていただいて、あ、こういう人もいらっしゃるんだなっていうことが本当に理解できたというか、本当にね、目の当たりにさせていただいて、まあ、今までこう1000人がいるとかっていうこととかも、まあ、ちょっと話が理解できてなかったんですけど、あ、本当にね、こう瞬間移動とかね、する方がいらっしゃるんだなっていうのはね、実感できました。1000人の話とか、そうですね、マスターゲイツさんのところ行くとね、1000人の話時々出るんですけどね、あ、まずマスターゲイツさんが1000人と付き合ったことがあるってこと、付き合ったっていうのは、その1000人と一緒に暮らしたことがあるっていうのと、あと
そのあそこのキャンドルさんにいる人たちの中で、やっぱその1000人とか遊びって一緒にいた人がいるんですよ、何人か。そういうのがあるんでね。まあ、1000人話出ますしね。でも、だから霞食ってるとかも、だって、その1000人の年聞いたら平安時代ぐらい生まれた人なんですよ。で、あと、1000人のね、パターンとかね、どれだけ自分のことを愛してるかとかね、すっごく1000人って自分のことはめちゃくちゃ愛してるんですよ。そう。それがね、わかりますよね。さ、食べ物があるじゃないですか。美味しいもの取ってきてさ、マスターゲーズさんの時かな、一緒にいる時に、美味しいもの取ってきて、あ、僕にくれるのかなと思ったらしいんですよ、マスターゲーズさんが。したらね、美味しい方のね、なんか、松茸かなんかわかんないけどさ、美味しいもの昨日先に食べちゃったって。自分にくれるんじゃなかったみたいな。だから先、だからそこでそういう、なんていうかな、まず自分が満ち足りているから、相手にあげることができるっていうのがあるので、スピーチの人は本当はね、まあ、よくさ、美徳っていうのは、先に相手にあげるのが美徳ですよっていう話が実はあるんだけど、それはでも、その人が満ち足りていればそれはできるんだけど、満ち足りてない時には、まず自分を、満ち足りた状態にする必要があるので、とにかく自分にどんどん先でいいから、どんどん自分の、やりたいこととかね、食べたいもの、行きたいところとか、どんどんどん自分を満たしてあげる必要があるんですよ。それができると、それ、自分からその、自分のコップが水から水がこぼれるように、みんなにそのアイデアが行くから、まず自分のコップを満たさないとダメっていうのがあるんですよ。だからね、だから今まだ自分のコップが満ちてないと思う方、とにかく自分にが喜ぶことを徹底的にしてください。他の人より先にやっていいから。僕は、だから今日体足疲れてたからさ、8人ぐらいさ、グループいたんだけどさ、京都駅でさ、椅子座るとき先に座っちゃった俺。で、説明したの後で、それわかんないからさ、で、私座ってたでしょって、だからさ、自分を愛することは何かわからないって人がいたんで、で、その例出してさ、私先に椅子座ってたでしょって、で、足が疲れてんだから、それは、他の人が、ね、譲り合ってるとか、そういうのもあるんだけど、譲り合う前に自分が座っちゃってずっといたんですよ。それで足が楽になったら、またどうですか、誰か座りませんかって言ったって言った、うんうん、その人にちゃんと言ったんですよ。だから自分が満たされてないと譲ることはできないんですよ。そしてお腹が空腹の時に何かあげるってできないでしょ、持ってるものをあげる。まず自分が満たされてないとできない。例えば、例えばお母さんが、血のみごを抱えてるお母さんがいてさ、お母さんが先に食べなければ、子供の乳が出ないんですよ。だから自分が先なのね。自分が満たされてるから、その子供にその乳として行くわけだから、まず自分を満たすことが大切なんです、皆さんね。それができてない人が、ちょっとこの、譲ったりとかしてるとさ、こう、もや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 、私これだけやってんのにとかさ、その、満たされてないのにやっちゃうと、そういう余分な雑念とかね、マイナス意識が出ちゃうのね。うん、だからね、先に自分が取りなさいっていうことですね。はい。そんなのあったりしますけど。はい。はい、あ、リマさん、リマさんがいなくなった。リマさんがなんか可愛い写真になっちゃった。うん、写真になった。うん、あらら、リマさんも若返ってるからね、なんかね。ね、スピリチュアルやるとさ、めちゃくちゃ若返るからさ、うん、うん、何歳か分からん人いっぱいいるからね。リマさん帰ってきた。はい、おい、リマさん、カメラが、顔が隠れてるよ。カメラのところに、カメラで黒い棒があるよ。不思議な状態になってます。リマさん。リマさん。あれ、聞こえない。リマさん。あれ、リマさん、声聞こえないよ。あれ、どうしたかな？リマさん。わかんない。リマさん、声聞こえないよ。リマさん、コール。すいません、ちょっとね、はい、マイク、ビデオのカメラが外れかけてて変な風になっちゃってて今直します。リマさんの顔が見えない。これどうやったらそういう風になるんだろう。どうやったらそういう風に
映るのかがよくわかんないね。カメラの前に何かあるよ、棒、なんか棒みたいな、黒いやつが。うん、カメラ、ビデオ。カメラひっくり返ってんのかな、うん、なんやろね。あれリマさんの顔の前に黒いものが映ってますよ。見えます今。今はい、こうなってますよ、今、リマさん。こうなってますよ。おかしいな、ちょっと。おかしいです。レンズの前に棒がありますよ。うん、ちょっと一回抜いて差し直してみよう。多分置き方が。あ、それさ、そのカメラが違うカメラになってますね、今。はいはい、さっきのカメラじゃないです。その棒のカメラじゃないカメラに切り替わってますね。そうなんですよ。なんかちょっと、ボールペンを、あれなんか変なのになっちゃった。どうしたんだろう。うん、まあだからちょっと映像が綺麗ね、うん、それね、ちょっと映らなくなってますけどね。はい。ちょっと映像がね、違うカメラに変わっちゃったり。あら、どうしたら治るのかしら。スカイプ、抜き差しするかなんかしてカメラを、はい、でスカイプで、あのツールのところで、あのビデオ映像を修正すれば治ると思うんですけど、はい。はい。で、カメラひっくり返ってんじゃないかな、それ。うん、これはあのパソコンの方の、はい、これおかしい。ああ、これで戻りました。すいません。ノートパソコンのね、カメラですね、今ね。こっちが送ってもらった方のカメラです。あ、はい、なるほどね。はい、ということで今ちょっと、でもまあリマさんでも切り替わってないよまだカメラ。あ、ほんと、うん、うまくやってみてください。な、古いのになってます？古いのになってる。あら、あ、古いのっていうか、ノートパソコンのカメラになってる。おかしい。スカイプのところの設定のところで、はい、よいしょ、うん、そこでビデオ、ビデオ設定、ビデオ設定ですね。でそこで選べますので、カメラがちゃんと接続されてる場合は。おかしいな、うまくいかないわ。まあ一回切れちゃうとね、スカイプが認識しなくなっちゃうときあるんですよね、カメラがね。そうするとちょっと選べないかもしれないですね。再立ち上げとかしないとダメかもしれない、ね。暗いわね。ちょっともう一度抜いてやってる。はい。よし。なかなかやっておりますけど、ね、調整してますけどね。はい。マスさん、お寿司には天の木が一番入ってると、ゲートさんも言われてました。あ、そんなこと言ってた。お寿司に天の木がいっぱい入ってるって。ミーさん、リマさん普通に映ってます。まあ、それ映ってんだけど、実はカメラが違うんですね。違うカメラが映ってるんですね。まあいいや。おかしいな。まあ映ってるってことは OK なんですけどね。もっと綺麗なカメラがあるってことなんですよ、ほんとは。はい。柿の葉寿司美味しいね。うん、いや、奈良ね、ちょっと奈良行ってね、ホテルでさ、その綺麗な方にならないですね。じゃあまあそれはまた後で。はいはい。映像映ってるので、それどけといてください、ちょっと。はい、邪魔だもん。邪魔だから、すいません。はい。ということでホテル美味しい。あのね、日光ホテル泊まったんですよ。ジャル系のね。で、あそこで朝の食事が、最近関西で多いんですけど、ホテルでね。その地域の、食材が揃えてあるのってあるんですよ。まあ、沖縄でも最近ありますけど。で、そこで、まあ、食べ放題になってるんですよね。その食材が美味しいこと、美味しいことね。まあ、いろんな柿の葉寿司だとか、なんかこう、満腹寺、なんとかなんとかとか、なんだっけ、味噌だとか入ってますとか、なんとか、ちょっと間違い、たぶんお寺の名前違うんですけど、とかね、あと、まあ、奈良漬けもあったしね、美味しかった奈良漬けも、いろんなこの奈良関係のものがいっぱいあってね、それを食べ放題なんですよ。ね、嬉しかったですね。うん。あ、柿の葉寿司は田中さんだったか、田中って言ってくれないですか、ね、うん、美味しかった。昨日は寿司美味しいね。こ、ね、うん、んなに、だから幸せでした、TV は。いろんな意味で。うん、今日朝ね、春日大社に行くか、
あのホテルのね朝のね食事バイキング行ったっていう究極の選択があったんですよ。でも私足が疲れて、山登って足疲れてるから、でも俺ホテルの方のバイキングってホテルのバイキング行っちゃった。半数以上はね、春日大社行ったんだけど。いや、春日大社でさ、あの、春日大社のルイさんがもう朝からね、皆さん連れてくって話があってね、そこをみんな行ってましたよ。ちょっと俺僕それ行かなかったんだけど、ね、ちょっともったいなかったんだけどね。すいませんね、春日大社のルイさんね。参加した人すごい、すごかったです、今回のツアー、またメンツが。ね、そんな感じでございます。なかなか、あの、スピーチャーテレビはね、してるツアーはいいツアーが多いですよ。ね。はい、ということで、またね、あの決まりましたら、ね、行こうかなと思うんですけどね。なんかその、食べ物の話、お腹空いてくるね。うん、お腹空いてきて。うん。ね、いや、もうで、ね、はい。1800円で食べ放題で安いよね。うん、また行きたくなっちゃった。柿の葉寿司4つくらい食べた。柿の葉寿司、美味しかったですか？美味しかった。あれ、いや、やっぱり昔の人の知恵っていいですね。あれ、柿の葉が防腐剤になってんだよね、あれね。それもあって、だからちょっと長持ちするし、で、酢飯になってて、あれは何だろう。魚が乗ってんだけどね。うん。サバかな。めちゃくちゃ美味しくてね。その締め方がうまくてね。で、東京の寿司から考えるともっと酸っぱいんですよね。酸っぱくてちょっと甘いっていうかね。それがまたなかなかいい味を出してるんですよね。いやいやいや、また行きたい。宮そうめんも美味しかった。で、あそこで、なんだっけ、あの、日本酒ソフトクリームとか売ってたからね、それみんな食べたりしてね。もうグルメ旅、ハムグルメ旅だったですね。すごいもういろいろ食べてた、ね、うん。いや、だからいいところに参拝してエネルギーをいただいて美味しいものを食べて帰るなんてもう最高ですよ、もう。ね。うん、ねいやそう、ありがとうございますけどね。持っております。写真がまた増えましたね。スピーチャーテレビ使える写真がね。いろいろこうありますけどね。いや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 。どっか行きたいな。どっか行きたいね。チャトランさん、自分に対する愛の話を聞くと、それが自分に対する愛なのか、エゴを満たす喜びなのか、違いが分かんない時があります。食に関する欲求を満たす時の話は、愛、エゴ、勝手なと思うことが多いです。あ、これね、あんま考えないでください。食事に関しては。食べたいものを食べてください。その、だからお腹空いてるときに、だから誰に他の人には施せないでしょっていうことなんですよ。まず自分を満たすということで、美味しいものを食べるってことなんですね。例えば、ちょっとね、だから子供さんとレストラン行ったとするじゃないですか。で、子供は好きなの食べなさいって食べさせてですね、自分はな、なんかいっぱい食べちゃうとなんかお金もかかっちゃうから、じゃあ一番安いのでいいやってね、自分に安いので食べて我慢してるとか、それダメですよ。ちゃんとね、お子さんたちも好きなもの食べなったら自分も好きなもの食べてください、ちゃんとね。我慢するちゃうと、そういうなんか我慢になっていっちゃう、生活がね。自分の心が喜ん、まあちょっとまあ間接的にはね、子供を立てたってことで喜びはあるんだけど、もしかしたら心の中でその喜んでないっていうのも選択しちゃうとダメなんです。だから全部喜ぶ。子供も喜んで自分も喜ぶっていう両方を選択することが重要なんですよね。うん。だから、ちょっと、私は喜びのためにやってますよって言うかもしれないんだけど、それ小さな喜びで全体 OK になってないっていうことありますね。うん。美味しいものを食べるのは自分のためにいいんですよ。実はね。体も喜ぶしね。うん、だから、
ソウルフードっていうね、言い方ありますけど、本当に体が喜ぶものを食べるとね、もう体も喜ぶ。体が喜ぶと、実は体からこう、こっちの思考や感情とかにそっちにもフィードバック来るからね。うん、つまり、エネルギーがね、満ちてくるとね、だから、体が完璧みたいな 100% 状態になるから、そうするとこっちから、そうすると気分も良くなってくるしね。血色も血行も良くなってくるんですよ。そうするとそれがもう意識の方にまたそれがいい効果を表すからね。だから ちゃんと食べるってことは本当に大切なことですよね。はい。ということで、今日いっぱい喋ってるんですけど、はい。あ、いいですか？いきますか？はい。はい。じゃあ、るんちゃんさん。今一番気づくべきこととか、一番影響している過去性っていうことなんですけど、なんか出てきたのがね、アラスカエスキモの一団で、その中の女性がルンちゃんさんなんですけど、大きな川をみんなでカヌーに乗って旅をしているんですね。なんか今まで住んでいたところが食べ物があんまり取れなくなったんで、どこかへ移動している途中なんですよ。で、次はどこに行くのかっていうのもわからないけど、流れに任せて進んでいくっていうと光景が見えまして、で、メッセージとしては人生も同じだよ、あんまり一つのことに固執しないで人生の波に乗って柔軟に行きましょうっていうメッセージが来てますね。あんまり自分でああしたいこうしたいって固くなに思わないで、でもう分かんなかったら全部天にお任せみたいにする方がうまくいきますよっていうことみたいです。はい。あとタンポポさん、中世のヨーロッパでどっかイタリアみたいですね。明るくってあったかい地方です。で、そこでこう女性、まあそういう昔だから女性はあまり自由に生きられなかったんですけど、自由な生き方がしたいと思って踊り子になったんですけど、やっぱり思ったほど自由に生きられなかったなっていう人生がありますね。ですから今世ではもっと自由に生き生きと生きてみましょうっていうメッセージが来てます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ということでございますけどね。まあ、自由に宮山に行くということでね、やっぱりこういろんなところ行くのはいいことですね。まあ、遊ぶって本当に大切なことですよ。うん、本当にね。だから、まあ、エゴ考えずにガンガンやっちゃうって、だから、バシャール系の流れっていうのも結局ね、生き生きワクワク、生き生きワクワク聞きましょうだから、何も考えずに遊んじゃうと上がっちゃうんです、意識が。とにかく遊んでると。だから子供って意識高いでしょ？だから遊んでるから、結局。その好きなことしかやってないんですよ。だから大人も好きなことばっかりやってたら、自然と上がっちゃうんですよ、実は。そこなんですね、ポイントはね。だ考えずにやっちゃうってことが重要なんです、この動画でね。楽しいこと、自分でね、やりたいことね。ちょっと満たされていきますからね。アプリコット文です。ルンチャさん、金運なでなで、恋愛なでなでを話していただきました。なるほどね。今日、三輪山行くと、なでうさぎというのがありましてですね。まあ、こうなんか、なでるといいみたいなうさぎがありましたけどね。はい。ななかさん、今までそういう我慢をしていたので、もっと美味しいものを食べようって T さんの話を聞いて思いました。そうなんだよ。これね、やってみて、自分の明るさとかね、喜びとかがね、またレベルが上がっていくから、そうするとね、その喜びや明るさとかのレベルが周りの人に伝播するから、そうすると、周りの人も輝くから、だから自分が輝いちゃうと、周りの人も輝くようになるから、絶対いいですよ。それ、これ言ってることがすごくわかるはず。ね、今日僕輝いてるでしょ好きなことばかりしてきたから。ね、
ちょっとほら、もう、そう、見てる方も、あ、ラクベスさんいいなーとかって、で、その影響を受けて輝き始めちゃうわけですよ。ね。そういう仕組みなんですよ、世の中は。みたいな。ね。はい。そういう感じですね。じゃあ、はい、いいですか、はい、はい。なおこさんの、過去性で、動物と関係のある過去性を見てくださいっていうことで、見せていただいたんですけれども、ま、ヨーロッパのね、女性なんですけども、獣医だったっていう過去性があって、ま、それからこうなんかね、結構その、獣医なんだけど、なんか、ライオンの赤ちゃんにミルクをあげてたりとか、トラ、のお世話をしていたりとか、象のあのお世話をしていたりとかっていうあのところが見えてきたんです。だから、まあ、多分、これ動物園とか、まあ、アフリカの方かな、そういったところで、そういう、小さなね、なんか、まあ、牛さんとかではなくって、本当にね、ちょっとこう、強烈な、本当に、動物の、強烈なというか大きな動物たちの、お世話をね、なんか怖がることもなくね、本当になんかこう、そう、もう本当に怖さ一切なく、もう淡々とされてたって、いや、よく野生のエルザっていうね、映画があったんですけども、あんな感じの女性のね、姿が、見えてきました。ありがとうございます。はい、あ、終わりました。はい。はい。ということで、あんこさんが出ました、ね。はい。ということで、ちょっと今、私も、これ、2カメになりました。2カメって言うんだけど、カメラいっぱいはついてんだよね、今ね。もう、なんか、カメラマ、スピーチ、なんだっけ、もうウェブカメラマニアみたいになっててさ、すっごいいっぱいあるんですよ。てか、一番いい状態でね、放送しようと思ってる。ちょっとこれ暗めですよね。ワンカメこっちなんですよ。ワンカメこっち明るいんで。ちょっと調整しちゃってるんでね。ちょっと明るすぎだよね。ちょっと落とすか。あ、こんな感じだよね。自然な感じだとね。こっち、こういう感じですよね。うん、はい。で、ちょっとこっち、こっちこうね、濃いんですよ、ね。ちょっとね。これも調整しながらやりますけどね。よしよし。こんな感じかな。あ、明るすぎ。はい。明るくすぎですね。明るくすぎちゃうからね。うん、はい。ということで、遊んでます。いや、だから、ね、やっぱり、いい感じがいいですね。しかし、山も人いっぱいだったね、しかし。参拝というか、正式参拝やってるときに、もうすっごいもう人が本堂に入りきれなくてみたいな状態ですね。やっぱすごい日はすごいなと思って。あんまり僕はね、ゴールデンウィークとかシルバーウィーク動くの好きじゃないんですよ。だっていうのは人いっぱいだからね。でさりげなく平日だとかね、そういうときにちょっと行ってね、この、閑散感のあるときにね、こう。やって行っちゃうとか好きなんですけど、結構ね、本当いっぱいっていうのも、まあそれはそれでいいなと思いましたけどね。まあそれも経験だからね。楽しいですよね、いっぱいね。はい。楽しい、わーい。うん。ね、いっぱいやるといいな。うん、なんかしたいな。何しようかな。ね。うん、いっぱい楽しいことやってる。やっぱりこう、自分の住んでるとこだけだとちょっと楽しめない場合っていうのはありますけどね。その場合ちょっと出かけるとか、旅行に行くっていうのはすごくいいことですね。うん、まあ、その、自分のいる場所ばっかりになっちゃうと、なんとかな、ルーチンワークに入っちゃうというか、こう、刺激がなくなっちゃうというかね、そういうとこもあるんで、ぜひね、こう、旅行、好きな方は旅行を楽しんでいったりとかね。ちょっと遠出してみるとかね、そういうのもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあしかし、関西のね、あれですけど、いろんなとこから来てましたね。東京から来たり、九州から来たり、いろんな人いっぱい来てましたけどね。やっぱ、すごい、まあ、面白いですね。こうやって集まってくるってね。
いいですか。はい。こうちゃんさんなんですけれども、うん、宇宙人だった時の過去生ということで、ちょっと見せてもらったんですけれども、ま、そう、定番のようなシルバーの、こう、感じの、お体で出てこられたんですけれども、なんか長い、ちょっと長い目のこう、棒を持ってね、でね、なんかこう、なんか気持ちよくね、なんか振りかざしてる姿が見えて、でね、なんか指揮者だったらしくて、で、その音楽っていうのも、うん、ちょっとなんかこう変わってて、こう、その宇宙人の人たちがザーッとこういっぱいいらっしゃるところに、その、指揮棒をさっと振りかざすと、その音色がね、ザーッと出るって感じで、それで本当にね、気持ちのいいね、音楽とかネイルとか、もう本当にこの指揮棒一つで素晴らしい演奏をしてましたよっていう、そういう姿が見えてきました。で、こうちゃんさんは、こう、いろいろなことをね、こう、表現していくこともね、得意な方ですよっていうことで、ね、いい音楽であったり、いいものをね、これからどんどんね、表現していって、またね、この、地球上でもね、表していってくださいね、っていうことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少し不思議ですよね。ね、まあ、宇宙人についてもね、なんかね、こう、今、いろいろとこう、お話聞くこともできたんですけれども、はい。なんか、秋山さんがおっしゃると、結構、普通っていうかね、なんかシンプルな感じでおっしゃってくださるので、スッと、入ってこれて、よかったです。やっぱり弁護士が言うっていうのは説得力ありますよね。なんか何もやってないスピーチの人がね、なんか言っててもね、なんかあの人はなんか宇宙人だとかいろいろ言ってるぞとか言って怪しいに違いないみたいになっちゃうかもしれないけど、弁護士ですからね、困ったもんですよ。説得力がちょっと違うね。そう、でも本当みんな宇宙人だったんですよっておっしゃってくださったこととか、はい、そうですね、本当にもうごく普通に一般的に宇宙人がすぐそばにいてっていうような感覚っていうのもなんとなく感じることができたりとか、で、メッセージ的なことも、今私たちが地球上で、いろんなことをやろうとしていることも、宇宙からもいろんなアドバイスであったりとか、そういうことでサポートしてますよっていうふうに私聞き取れたんですけれども、なんか、まあ、ちょっと、いいふうに、感じることができて、まあ、そういう面では良かったかなと。はい、まあ、すごくね、秋山さんは変なこと言ってるんですけど、まっとうにこれは本当だろうということをちゃんと言ってるんですよね。そこがすごいいいですね。まあ、最近ね、まあ、オカルト系っていうのがダメだって、昔はいっぱいあったんですけど、オカルト番組みたいなやつが多くあったんだけど、最近まあ、スピリチュアル系とか出てきて、で、なんでスピリチュアル流行ってるかっていうと、スピリチュアル本当のことを言うことにしてるんですよ、実は。で、オカルトのやつってもうなんか、あそこになんか UFO 出たとかさ、なんとかいろいろ、こういう、なんとか生物がこういう見たこともない生物がいたとかさ、そういう話ばっかりやってんだけどさ、で、それって、その、原因は何かとかさ、なんか、まあ、話的には面白いんだけど、その、なぜそれがそこにいるのかとか、なぜ、それがいい、なぜ、まあ、なんとか、宇宙人は何のために来てるかとかさ、そういう、意味とかさ、そういうことについて突っ込まないんだよね。で、スピリチュアルっていうのは、ちゃんとそういう意味まで突っ込むんですよね。突っ込んで、ちゃんとそれが、情報をもらったり、いろんな方法でもらえるからさ、チャネリングでもらったりとか、いろんな方法やって、で、みんなで検証していって、あ、こうだよね、やっぱそうだって。あ、で、大体こう、それが本当だって分かった時にみんな出してきて、こうやって話してるんですよ。だからそれをね、自分が身につけていくと、大体役立つんだよね、すごくね。だから、役立たないもの。昔のオカルトブームって話聞いて楽しいんだけど、役立たないんだけど、スピリチュアルってのはさ、やっていくと、どん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 さ、役立つからね。人生が良くなっていったりとかさ、しちゃうからさ。だから、やっぱり、効果的でね。だから、オカルトブーム、オカルト好きな人がさ、嘆いてるじゃん。昔はオカルトいっぱいあって、楽しかったのに、なんで今オカルトそういうのみんな見ないんだって。みんなスピーチャー来ちゃった。ちゃんとね。ちゃんと、スピーチャーがちゃんとしてるから。うん、で、スピーチャー本当嘘言わないっていうことを一生懸命やってるとこだからね。言うことに、だから、
検証してやってるとこがあるんでね。まあ、口頭無形に聞こえるかもしれないとこもあるんですが、でもやっぱり調べてみると、やっぱそうだよな、どう考えてもそうだ、みたいな感じで分かってきたりするんでね。はい。やっぱ、そこがスピーチャーの強みだなと思いますけどね。うん、役に立つし、なんか、腑に落ちるというかね。うん。ことがありますよね。あの、長いお話を、またテリーさんがすべて、こう、録画してくださってたので、それがまた、公開というか、していただけるんですよね。あ、しますよ。全部公開するかわからないんですけど、一部ちゃんと公開します。はい。楽しみにしてます。いや、秋山さん、いい話多かったね。本当に。結局、全部で6時間なんです。2日間分あって、1回3時間だったんですけど。しかも3時間さ、ストップなしで全部喋るんだよね。よく、秋山さん喋れるなって、すごいと思いましたけど。でさ、宮山さ、もうさ、スイスイ登ってっちゃってさ、で、食べてる私たちがゆっくり、もう、ヒーヒーって登ってるっていうね。そういう状態だったんですよね。困っちゃいましたよ。だから食べてない人の方が早いとかさ、どんどん上行っちゃうとかさ。で、それから上、山頂、もうすぐ山頂だって思ってさ、もう、秋山さんが、あ、僕らはもう行っちゃってましたんで先に降りてますって、先行っちゃったって、みたいな状態でさ、もう、ね、すごいですよね。で、ほんと食べてないんだろうね。私たちが、ホテルだとか食べてる時も食べてないんで飲まないですもんね。お水も飲まないですもんね。うん、お水を飲まなくても大丈夫なんですよ ね、しかもね。だって熱中症にならないんですかって聞きたかったんですけど、うん、ひょっとしたら汗もかいてないかなと思って、うん、すごいですねってしか言えなかったんですけど、うんうん、まあ、ね、握手してもらいましたから、うん、でもね、面白いのはね、宮山の山頂行ったんですよ。それでね、そこで、まあ、男の子とかもいたんだけどさ、男の子がさ、その山頂に岩倉があって、岩がいっぱい置いてあって、で、そこでね、トカゲが出てきたんですよ。トカゲが出てきて、それでコオロギをパクって食べたんだって。それが印象に残ったって話で、ね、これはどういう意味があるのかなとか言ってたんで、ああ、これあんた、これ食事しなさいって意味ですって。つまり、だからその子はまださ、中学1年生とかだから、だからその子がさ、食事しないと体ができないんですよ。だからそれは大人になっちゃって慣らしてってプラーナで生きるってことはできるかもしれないんだけど、体を作ってる時はさ、いくらプラーナでこうやって食べてそれで体を作っていくってちょっと難しいので、やっぱ地球にある物質的なものを取り込んで体に入れてっちゃった方が早いので、多分それでメッセージ来たんだろうと思うんですよ。だから食べないってことはできるけど、まあ、体を作ってる子供とか、あと、やっぱり、大人でも、まあ、食べたいと思う人は食べていいんだよっていうメッセージだったと思います。でも、秋山さんはさ、役目だからね。そういうことができるよっていうことを見せてる役目だから、しかも弁護士でしょ。だから、ドンピシャなんですよ、上のさ、狙いとしては。だってさ、弁護士って食べてない人が出てきちゃったらさ、みんな信用するじゃん、だって。まあ、裁判官の方もいらっしゃいますけど、食べてないね。だから、そういう人たちがさ、出てくるとさ、みんな信用するじゃないですか。で、まあ、本当に信用するっていうか、食べてないんだけどさ、だちも、アマゾン一緒に行ってましたからね、1ヶ月間。だから楽、いいですよ、食べないって、ね。全然食いかかんないんだもん。だ僕とか他の人はみんな食事するからさ、いろんなお店食べてくんだけど、秋山さんだけはもうその時間自由だからさ、食べなくてもいいしね。まあ、好きなことやってるし、あと睡眠時間も少ないんですよね、秋山さんね、結構ね。2時間だったっけな。だから、食べるとやっぱりね、消化に体のいろんなエネルギーを使うから、やっぱり持たれるとかいろいろ問題がある。まあ皆さんも、僕もね、少し、あんま最近ちょっとあんまり2食にしてきたんですよね。だけど昼食べるとちょっと体がもたれるなとかね、そういう感覚がわかるようになってきたんで、だから食事っていうのは、まあ、いたしかよしのところがあるなと。うん。だって、食べてね、例えばいっぱい食べちゃうとさ、頭回らなかった眠たくなったりするじゃないですか。それはさ、その消化にエネルギーを全部回しちゃうからなんですよね。だからあんた寝てろっていう話なんですよ、体としてはさ。邪魔だから。
そっちにエネルギー回してるからさ、ちょっと寝ろよっていうサインなんだけど、うん、それぐらいエネルギー食ってるってことなんですよね、消化にね。うん。だから、まあ、まあでも絶対食べるなってことじゃないんですけど、食べるなってことはないんですよ。だって、やっぱり、急にね、プロハマ食べるって、じゃあ俺も断食してこれから全然一切食わないってことだったら、大体、普通の人は死にます、それで。なぜかと体がプラーナ取り入れることに慣れてないから。だから、じわりじわり落としていかないと、秋山さんも2年ぐらいかけて落としてるので、急にやったらもう、死にますから気をつけてくださいね。だから食べろってサインが来てまして。だから、ね、トカゲさんは食べてましたから、パクパクね、コオロギを。はい、そんな感じですね。だから、物には程度というものがありますからね。あ、リマさん行きますかね。まだ？はい、いいですよ。はい。はい、京子さんの前世なんですが、お寺のお坊さん、日本ですね、日本のお寺のお坊さんでした。で、村人たちに仏の教えを伝えている姿が出てきて、とっても伝えるのも熱心だし、お経を読んだり、滝に打たれたり、すごく修行も熱心なんですけど、いくらやってもなぜか満足ができなくて、とうとうお寺を息子に任せて安家の旅に出るっていう、すごく熱心な方だったんですね。で、とうとうその人生では何も得られなかったですね。で、それを今でも、その時求めていられなかった心の安らぎを今でも求めているっていうところが出てきました。で、メッセージとしては、外に探すんじゃなくて、自分の内をしっかり見ましょうっていうのが来てますね。あっちゃんさん。あっちゃんさんはヨーロッパで鷹狩りをする、まあ、日本で言えば鷹匠みたいな人だったんですね。狩りをするときに鷹を飛ばして小動物を捕まえさせてくるっていうことをやってたんです。で、鷹と心を一つにしてやっていて、鷹以外に友人のいない孤独な人生だったんですけど、満足してきた人生だったっていうのが出てきました。でもメッセージとしては、そういうのもいいんですけど、もっと心の扉を開けて、人間との付き合いも練習しましょうっていうのが来てますね。もし今でもあんまり人付き合いが得意じゃなかったら、少しずつでもいいんで、いろんな人と付き合ったり、お話ししたりするようにしてみましょうっていうのが来てます。あと、ヨナヨナさんは、古代日本の男の子だったことがありまして、あぜ蔵作りの米蔵の周囲で見張りをしているところが出てきました。で、なんかよくわかんないんですけど、敵の軍隊がお米を取りに攻めてきたっていうところ。どうも弥生時代みたいですね。で、大急ぎでみんなにそれを知らせに走っているところが浮かんできました。なんかこう、古代日本と関係があるみたいなので、そういうの、吉野狩りとか、三内丸山とか、そういう遺跡に行って古代のことに思いを馳せてみると、もっと自分のことが思い出せるでしょうっていうメッセージが来てます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、いいですか？続いて。はい。はい、じゃあ、ルンさんなんですけど、ルンちゃんさんですね。息子さんとの過去性ということで、見せてもらったんですけれども、これは、ドイツとかの、過去性の、ことなんですけど、まあ、お母様は教師をされてたっていうことで、まあ、他の、子供さんたちの手前もあるので、自分のね、息子さんに対しては、人一倍に厳しくね、しつけをしていたっていうんですよ。で、とてもかわいそうだったっていうふうに、思われていたみたいで、まあ、
今世は、できるだけね、優しくね、してあげたいし、優しく接したいっていうふうに思っておられるみたいなんですけれども、息子さんはね、どうもね、やっぱりこう、ちょっと、お母さんに対して、甘えにくいというか、ちょっと心を開きにくいっていうようなところが、あるかもわからないんですけれども、まあ、これはそういうふうに私が見えてるだけなんですけれども、まあ、気長に、信頼関係をね、作っていくっていうことでね、優しくね、してあげてくださいということです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あんこさんでございました。ということで、まあ、9時55分ぐらいになってきておりますので、まあ、鑑定書ですね、先生方、大体鑑定終わりましたでしょうかね。いかがでしょうか。ちょっとまあ、今日遅めで始まっておりますので、まあ、どうしようかなという感じではあるんですが、私はもう終わりました。はい、はい、私も終わりましたね。はい、じゃあ終わりかな、今日はね。はい、ということで、あかりさん、あめたまさん、音は戻ってるな、なんか。あ、戻ってます。なんかアクさんなんか戻れ、直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 らないな。しょうがない、しょうがないな。はい。ちょっと、アンクさんのところから戻ってきちゃったんですけど、ちょっとアンクさんミュートしておいていいですか？しゃべらない、ミュートしておいていいですか？え？はい。はい。ありがとうございます。ちょっと音戻らなかったですね。はい。ということで、アプリコットグネさん、アメタマさん、アカリさんもね、チャットの方で参加いただきました。どうもありがとうございます。ということで、今日、ね、勝てた。やりましたけど、いろんなお話もさせていただきましたが、また、お会いしたいと思います。今日はどうも、今さん、あんこさん、どうもありがとうございました。あ、なんか、伝えたいことありますか、今日。先日ね、ブラマクマリスの、イベントに、伺ったときに、視聴者さん、お二人にお目にかかったんですよ。ひょっとしてね、またね、見ていただいていることがありましたらね、またこれからもね、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。あんこさん、ちゃんとしっかりね、こう視聴者さんに売ってます、顔売ってますよね。コツコツ、有名になってくれる。まあね、私はね、見えないんですけれども、視聴者さんの方から、あんこさんって言ってお声かけしていただいて、本当にね、嬉しかったです。ありがとうございます、はい。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。今さん何かあります？私は今はちょっと特にないです。はい。また皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。私もね、宮山のその、降りていくときに、テレビ見てますよということで声かけられたっていうのがありがたいですね。やっぱ見てる方いらっしゃるんだなと思いますね。まあ、それ、すれ違った人結構ね、宮山ですから降りていくときとか200人とか行ったとは思うんですけど、まあ、そのうちの一人がね、見てらっしゃるときってね、ありがたいですね、やっぱりね。うん、はい、はい。ということで、また、お会いできればと思います。男とか戻って、すみません、男が戻ってますけどね。はい。ということで、皆さんどうもありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。さん、ありがとうございました。さよなら。皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。富は山でございますね。はい。じゃあ、今日は音楽はね、これだな、浸透関係だから、いつもだな。いつもいつもっていうアドレ、音楽があるんですよ。これ、なかなかいいんですよね。はい、こちらです。あれ？Thank you.